どうも皆さんこんにちは。ジャガーブレイクのお時間でございます。はい。埼玉新都心ジャガークリニック院長の木下博一です。ニューウェイの人アロフィー、どうも JJ です。ちょっと意味がわからなくて反応しにくいんですけど、なんですかそれ？ニューウェイっていう国があるんです。うん。遅れて。こんばんは、ジャガーブレイクです。一応メインカメラ。8キロが来たじゃん。いやもうこれはもうイケメン一本ですね。大丈夫、ニキビが治っちゃう、ね。ちなみにお父さんもうすぐ60代なんですよ。もうそっちで。ええな。はい。いらないです。潰そうやめてくれますか。60代、年齢が。違うよ、それね。体重だよ。びっくりした。それでも太ってるから。それな。だってもう顎がさ、物語ってる。だってさ、俺ちゃんもそんなさ、顎がないんだよ。体重あんのにさ、二次顎じゃないの、ね、お父さん、顎がないから二次顎になっちゃうの。いや、お前の輪郭。は、あたしなんだよ。しゃーだね、痩せたら、痩せたら、なるでしょ。なるよ。だってあの顔と違うじゃん。岩みたいな形で。なんか、いいとこは色の白い、ピチピチした肌だけど。黒、じゃあ、ジャガーさんちみたいな、色黒は。どこは少しぐらい褐色がいい。いやいや、そんなことない。で、医者は、白い方が絶対ね、勉強ができると思う、ね。白い方が、若く見えます。関係ないね。あ、でも。関係ないね。知ってます。何、まあ80年代 CM やってましたね。ね、柴田恭平さんです。でそして関係ないね。そして木下博一さんが今、はい、モノマネしましたよね。はい、似てるモノマネありますよね。ないです、ないです、ないですよ。あったね、なんかジュリー。そう、はい、ないです、ないです。いやいやいや、でも結構好評だったよ、正直。ね、嘘、大丈夫、あれね、新沼謙治もできるの。あ、いややってください。それで歌が違うから、ね、よくね、はい、よく星野源さんの歌を歌ってと言われるんですけど、わからないです。実はね、よくわからないので、いつかねできるようになりたいと思います。似てないから早く新沼謙治行けよ。あ、トンネルズのタカさんのモノマネをモノマネしたんですよ。3、2、1。嫁に来ないか。全然似てない。じゃあジュリアで、はい。めっちゃいい。ここに住めてくれ。やらせないね。ジェニー。このね、見てる人誰でもわかんない。いやいやいや、ジャッキーにわかると思う。お願いします。年齢結構言ってるから。いや、そんで調べるんだよ。どこに出るから。いやでも20の感じが再現できてます。そう、ここに出るんだよ。はい。そんなことよりも皆さん、今日緊急事態宣言解除ですよ。いや、されてない。されるんです。今日で終わりなんですよ。そうですね。だから。いやいや、だけど、また少し増えてきてるから、気をつけましょうねってお話ですよ。ほら、生活変わんないじゃん、新しい。そうそう、ずっと同じなんだね、我々はね。宣言前から、宣言中、宣言後も。うん。どこも行かない。うん。それが一番なのよ、やっぱり。めっちゃ行きたがる、旅行とか大好きなのにおかしいじゃないのよ、あんた。ジャガーさんは、今、どこに行ってますか。ハワイ。ってことですね。大使はどこ。あ、自分ですか。うん、アメリカのサンフランシスコに行ったね。本場の野球が見に行ったよね。あそこにサンフランシスコジャイアンツとかあるから。なるほど。そのね、見ていきたいですね。しかし、ちょっとためになる話ね、ちょっとなんか聞きたいよね。いや、それはもうちょっと一旦ちょっとニュース行っていい。あ、ニュース行きます。全然関係ないんですけど、はいはい、人気者の、うん、マサヒロが、うん、まあ、ちょっと残念ながら、ね、ちょっと死んでしまう。何かというと、知的な鶏って言われてるんですよ。知ってますね。3度の危機を乗り越えて、オスの5歳が昨日死んじゃったと。で、これ何が危険、この奇跡かっていうと、うん、こうね、飼育してるタヌキなどの、うん、この生き餌、生きてる餌、生きてる餌として、こう入荷されたんですけど、うん、3度にわたって生き延びたと。いやでもすごくない、生き餌として選ばれたこいつが、うん、マサヒロかな。寿命で死ねるってすごくない？すごいね、確かにね。まあこれはね、歓喜のニュースですね。一番の名前だと思うんですよ。いや、マサヒロでいないです。その名前いなかった。わかんない。いるって4文字の男の名前。ひろゆき。そう。全然違うじゃん。じゃあ次行きましょうか。じゃあダディの話いっか。はい、ダディ。あー、これね、つまんない、つまんない。昨日ね、うん、ちなみに久しぶりに段取りというか、うん、ネタをなんかやるか、はい、ジュリー。ああ、そうです、ね。いや、そういうネタじゃなくって、まあ、話の展開としてね。でも、まあ、男子と話し合ったんですよ。で、うん、何をやるか。はい。これね、皆さん、男諸君、歓喜ですよ。男諸君。これ、もうね、うん、そうなんです。ジャガーさん、何だと思いますか。歓喜ではまた、何で。新社長が、医学のこと、医学で教えに来ることは知ってたんですよ。うん、これ、大事な話が行く。はい。昨日ですね、
大使と話し合っていて、大使はなかなかこう女の子にモテない、まあそりゃそうだなという気もするんですけど、じゃあお父さんがもうこの際秘訣を教えてあげよう。だってモテないってあるんだもん。まあそういうツッコミが来るなとは思ってたんですけど、でもこれはですね、僕が考え出したことではありません。まあある人から聞いたことなんですね。さあ大使、一体どんなことをすると女の子にモテるでしょうか。ねえ、何系体触る。例えば違います。例えばお金持ちがモテると、そういうことじゃないですよ。そういうことではありません。 ある行為をしてモテる。まあどんなタイプの人がモテるかってことね。タイプ、うん、ねえ、あんなやつさ、普通女に聞かない、そんなデータじゃない。いや、ジャガーさんって何でしょ、うん、女に聞いてもう女に聞いてもダメなんですよ、これは。女が気づいてない、こういうことに。あー、うん、あーこれね、うん。さあ、大使どうでしょうか。絶対無理だよ、女心は知らないんだから。そんな男分からないでしょ。分かんないね、なかなか分かんないよ。実はね、僕これ聞いたのはだいたい今から30年ぐらい前です。でそれでどうだった、結局やってみて。当時はいけたなかったですね。あ、当時はこの作戦はまあいいなと思いました。じゃあ使えねえじゃん今。いやいや、ま、今実践してませんから。あ、じゃあ俺ちゃんで、ね、それで試してみて。まあ俺ちゃんはこれを聞いても多分できないと思いますけど。あ、分かった。はい、これはできないと思ってた。はい、どうしました。清潔な男。あー、いい線だけど違います。違う、うん、清潔じゃなくてもいいんです。あー、分かった。お自分の部屋で、うん、ね、やめなさいよ。自分の部屋で、おやめなさいよ。自分の部屋で、うん、清潔な男。ねえ、なんで笑うの。そう、いや、これまあ P になるからいいんですけど。いやいや、どうですか。うん、違います。違います。やらない、やらない、やらない。え、何、清潔とかそういう感じ。まあ、言ったらそうだね。三つだと思うよ。あのね、これどういう状況で聞いたかというと、大学生の頃です。僕は大学生の 4,5 年生だったと思います。その時にタクシーに乗ったんですよ。はい。そしたら、まあそうなんて、まあ、言ったら悪いけど、その時のタクシーの運転手さんが、うん、まあしなびたじいさんみたいな人ですよ、簡単に言うと、うん、なんかどう見たってもうなんか嫁あんまりないなっていう感じのじいさんですよ。そういうこと言うなって。あのじいさんが突然ですね、君ら学生がいいなんて言われて、はい、そうです、いいことを教えてあげようか、こう言われたわけで、なんすかって言ったら、どうしたら女にモテるか教えてあげようか。いや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 、おじいちゃんそんなこと言ってね。おじいちゃん、いや、そんな頑張らんでもええわ、そんなのと思ったんです、この内心はね、はい、いやいやいや、なんちょっとそんなね、見た目もそんなわ、ちょっと待てよ。それで、はい、まあ、この人よう言うわと思ったわけ、はい、で、だけど、まあ、なんとなくね、タクシーに乗ってて暇だから、じゃあ聞いてみようかなと思って、はい、何ですかって言ったら、教えてほしい、こういうわけ。うざ、うざ、俺もちょっとね、若干うざと思ったよ。あ、うざ、もうじいさん、いがせよと思った。ちょっとね、こう武勇伝話せるのかな、じいさんと思ったんだけど、まあ一応聞いたんですよ。なんて言ったか、おあのね、無駄な時間と無駄な金を使うことだよと、こう言ったんですよ。ああで、最初ちょっとわからないね、何言ってるかね。あ、なんでわかんないんだけど、だって男っていうのはね、無駄な時間、無駄な金使うの嫌なんだよ。だけど女っていうのはね、それ使われるとコロッといくんだよ。まあそう言われて、そんなことないだろうなと思ってたわけで、だけどですよ、だけど違ったね。やっぱ昭和はね、そういう人がモテたね。やっぱり女の人の、例えば話をよく聞いてあげるとか、その人のために時間を使ってあげる、そしてその人のためにお金をかけてあげる、こうするとね、モテるんですね、やっぱりね。当時たしくん、たしくん、なんか変な感じよ。手の位置が変な感じよ。なんすか、なんすか。いやでもな、うん、それはでもやっぱ昭和の女ちょろくですよ。えだってさ、うん、話聞くだけが持ってるんでしょ。そんな簡単なことある。いやだけど今の男ってさ、女の子にプレゼントしたってあんまないじゃないですか。いや例えばデートのコースを考えて、ね、自分が全部おごってあげるとかないじゃないですか。昔はね、借金してでもいいデートに連れてったもんなんですよ、男は。すごいね。あのね、お父さんそういうのをやって、まあそうしたらモテるって自分も実践したのかもしれないけど、うん、絶対したと思うんだよ。その理由はお母さんと付き合いたい時に本を買ってたの。あの、年齢の女を物にする方法って。私6歳半上で、お母さん、そう、なんか物にするために、いや、あの、いいね、遊びに行ったってその本見てゾーッとしちゃったの。わかる。いや、ごめんなさい。だからそんでちょっとペラペラって見てみたら、はい、こう、あの、引いてあるわけよ、こう線が。
なんていうか、ラインマーカーで。それぐらい実践してるわけよ。まあ、勉強家なんですよ。そんなに、まあ、ねどれかやった。もう忘れましたね、忘れました。いやでも、笑うね。それに乗った私がバカだった。マジで、モテるってテクニックかもな。うん。精進やところ。そうだよ。違うだから自然にモテるって違う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 、あのね、優しくて誠意のある人がいいんだよ。それはね、昭和まで。いやいやいや、昭和それはね、上手だね。それはね、それね、違う、それね、綺麗事っていう。あ、綺麗事ね、そう思います、お父さんも。私の知り合いで、あそこが太い人が好きっていう人もいたよ。あそこ、あの、これね、僕の正面に座ってる人じゃないですよね、今。まあ、正直Fさんじゃないよね。まあ、昔ね、あの、一回いやいや、違う、一回出てたのが、はい、うちのチャンネルで、あのジャガークリニックを見学するときにカメラマンやってもらった、うん、フッさん、うん、フッさんっていうようなカメラマンでやってたんですけど、うん、じゃないの？じゃあそれは想像に任せるよ、ね、そうそれかどうか分かんないな。それはちょっと分からない。お大使から見て、その無駄な時間や無駄なお金をつけられる男が女にモテる、これついてはどう思う？でもな、うん、金はまだいいんですよ。仮にその 持ってたら別にいけるというと、うん、ちょっと時間は無理です。だからそうなの、わざわざ使うんですよ。えその女のために自分を使うんですよ。具体的にどういうふうに。いやでもな、うん、マジで好きやったらやるわ、うん、これはそうだよ。今のところでもね、あのやりたいぐらいしか思ってない。例えばだからね、毎日お母さんの話を30分以上聞く。これもそうなんだよ。いや話あ、分かれないコツ、それもしかして。そうだよ。あ、これ皆さん聞きました？ねえ、分かれないコツ、ね、あんたが30分喋ってるから。まあ、私じゃない。嘘をつけ、ほとんど聞き役じゃない、ね、僕はあんたの方が喋ってるから。大使どっちがどうですか？ねえ、そこ3人多数決。いや、ちょっとお母さん、またそれ強制したら、これだったら2対1とかになるじゃん。え？割り切れないから。ああ、え、分かったら、お前手挙げない。じゃあ、ジャガーさんと僕が二人で話してるとき、どっちが多く喋ってるかね。うん、右が私、左が。いやいや、いいですよ。じゃあ行きますよ。じゃあ僕とジャガさんが話してるとき、木下の方がたくさん話してる。いっぺんにやる、終わるだろ、一回で。あー、せーのでね、うん、いいですか。右手が私、左手が木下。はい、じゃあ行きますよ。いいですか。いっせーのーせー。お、ということは右手が2票、左手が1票、ジャガさんでーす。これはね、はい、このツラはお前に似てるから。じゃあ、やります。すみません。もうそこにいるやつ。悔し負けやってください。もう決まったんですか、投票で。大変お前だから。もう人数間違ったら、すみません。ここに笑みがいるよ、こっちは。投票で決まったんですから、もう負け惜しみやってくださいね。いや、絶対ダメ、これもう。いや、絶対ダメって言ったんですよ。人選ミス。そんな自分で言っといて、3人で投票って言っておかしいじゃないのよ。人選ミスって今、ここしかいないんだもん。人選ミス、僕が選んだわけじゃないんですよ。いや、行くのしてね、お前がおしゃべりなんだよ。でもね、ジャガさん結構話すんですよ、実は。話さないって、あんたの話なんかね、ジャガさんってねえ、うるさい。他に行った車の中で喋ってんの誰だよ。多分、明るいんですよ、本当はね。本当のジャガさん明るいんだけど、うるさい。私のこと知ってるように言わないで。いやいや、なんかね、なんかこう、恥かくのが嫌とか、そういうことなのかな。でーねー、ね、恥かくのってお前に言われんのやろ。なんか言われんのムカつくんな。何あんた、私がチャンピオンで小学校6年だったくせして。いや、それ関係あるぞ、そんなこと。もうちょっとためになるやつなんですよ、一応いいですか。はい。最近、あ、ちょっと待ってください。お父さんの話悪い、今もう。あ、悪い、もう、もう、もう、いやいや、まあ、ね、じゃあまず話すよ。もういい、もういい。まあ、結論は、ちょっと無駄な時間は、ちょっと厳しい。ねえ、いいから、面白いんだったら、もう帰るよ、私。いや、ジャガワさんから見て、その何、清潔な人がいいって、それだけ。清潔なんだ、誠意がある人で、相手に出すの優しさ。これだけでいいの？正義。優しさ一個言うとしたら、外見は。外見は慣れるよ。お前の顔見てみろよ。どこも好みじゃねえから。真田広之さんだから私は。だったら私に強みついてるよ、ずっと。嘘をつけよ、お前。いきます、真田さんなら。ちょっと無理がある。ギャラリー笑わないぞ。ちょっと無理があるでしょ、それは。そういうのは。真田さんだったら、うん、大丈夫だけど、今度気持ちでいい。ヒロ、もう酔ったの早いね、ちょっと。まだ飲んでねえよ。あ、
これちょっといいですか、もうちょっと話もどうでもいいんで、なんかお父さんの話盛り上がらせるよ、また寂しいな。いや、お前の話つまんないから、一杯飲まないとなんだお父さんの関係ないから、そんな。そして、なんとですね、もう、はい、今日で禁止ですに終わりじゃないですか。はい、これ酒の提供の話なんですけど、はいはい、なんとですね、これ東京都内だと、はい、90分以内、そして2人以下であれば、聞いてる？ちょっと聞いてる？あ、聞いてます、聞いてます。であれば酒の提供してもいいと。ねえ、それもうみんな知ってる。はい。っていうなりました。なったの、はい、いや、お父さん正直ね、医者の立場からすると、